国民プロデューサーの皆さん、こんにちは。101人中一番若い高校2年生16歳3月2日生まれの滝沢翼です。僕は特技は、12年間やっているダンスと趣味はけん玉です。僕は声真似を得意としているので数多くあるレパートリーの中から何個か紹介したいと思います。まずは武田鉄矢さんのモノマネ。人と人は人と人と前支え合ってできているものです。続きましてぴったんこカンカンのナレーションのモノマネ。アラブ十番から徒歩5分のところにあるここの居酒屋さんはなんと99社の行きつけだそうですよ。続きまして駅員さんのモノマネ。佐渡瀬としてもらいます。平白線の中でお知らせが駆け込み乗車をやめください。国民プロデューサーの皆さん、僕はすごくダンスで、感情表現ができるので皆さんそこに注目していただけたらなと思います。よろしくお願いします。